ゆうたさん、横浜マラソンで2度目のサブ4を達成できました。おめでとうございます。お疲れ様でした。ゆっくり休んでくださいね。おめでとうございます。お疲れ様です。すごいよ。ショート動画切なかったね。切ないよ。裏のさ、裏テーマじゃないけどさ、そういうのがちょっと見えたんじゃないですかね。普通の MV 以上にあるやつすごかった。嬉しい、ありがとうございます。UFO キャッチャーもありがとうございます。結構前から、まあ見たらわかると思うんですけど、みんな夏服なんですね。そう、結構前にやってたんですけど、そう、まあちょっと先かなって思ってたというか、ちょっと先っていうのは知ってたから、なんて言おうって感じだったんだけど、そう、無事にそう、念願だった UFO キャッチャー企画ができました。やったー。皆さんもやったねって言ってくれて嬉しかったです。でも今日上がると思ってなくってドキドキしてました。上がったツイートを見て知りました。そうなの。みんなね、どの動画も結構前だと思うんだけどさ、そう、上手だった？本当？楽しかったです。とっても楽しかったです。確かにキアラちゃんピンクだったもん。確かに、そこでわかるのか。でも結構そのやってるところとかはもうカット、みんなそうだと思うけど、カットカットカットなのでめっちゃ早く撮れた人みたいになってるけどね。そう、結構何回も挑戦したりするのもありました。匂わせではないよ。景品撮ったの匂わせじゃないよ。あれは普通にプライベートで楽しんでるだけです。ただただただ楽しんでるだけです。なくなっちゃった。シナモンくんいますよ。よいしょ。どっちもね、一旦ショールームで見せようと思っておりまーす。おります。でも今日ショールームで見せたので、これはいおりちゃん宅に行くと思います。置いてあるだけになっちゃうからね、私のとこにいても。どっかにつけてくれたりしてくれたら嬉しいなって感じです。一応ね、みんなに見せようと思って。そう、ちょうどね、ピンクと水色で年下組になりました。友達がしごちゃごちゃになりそうで頑張ってる。嬉しい。頑張ってください。私も頑張ります。ありがとうございます。最初はなかなか撮れなかった。そうだね、なんか他にもやったっけな。そう、いろいろやってたけどこの子が一番だったね。かわいい。でも私シナモンくんのこういう着ぐるみ着てるの好きで、かわいすぎた。かわいすぎました。しょこちゃんの衣服好きだった。嬉しい、ありがとうございます。好評でありがとうございます。コアラのマーチはなんかその後なんかお仕事があって、そう、確かだから一時解散みたいな感じだった気がするな。そうだったんだけど、持ってく人と
みんなで結局みんなで分けてんだけどそうなの。あ、キアラちゃんの赤ちゃんとハンギョドンはあのレッスン場にいます謎に赤ちゃんもう一体増えててそう、これよりちゃんにあげます。魚、これのね、牡蠣、そう、広島行った時にね、この牡蠣の子も売ってたんだけど、違うのかな、この子とは別なのかな。よりちゃん持ってた、好きだよねこういうの。開けちゃうよ。私は基本お菓子しか取らないから、そう、ぬいぐるみはあんまりお家にいないんだけど、この子はお迎えしますこの子はいおりちゃん宅へ一回見せようって思いまして。そう、この子はね、結構やった気がする、結構やった気がする。この子、そう、ひとみちゃんのやつ取れなかったんだよね。しゅんさくさん、ありがとう。キューピットくまちゃん、I love you、 ありがとうございます。え、これネギなのか、え、これネギなんですか。ずっと880ってなんだろうって思ってたんだけど、これネギか、ネギか880ってなんだろうなって思ってた。ぬいぐるみ系はもう初めてレベルでやりました。お菓子はよくやってるので好きですね。得意ではないんだけど何も。あ、りんごさん、妹に誘われて対面もツーショットも行くのでよろしくね。あ、よろしくお願いします。嬉しい、楽しみにしてます。ポチさん初見こんばんは。リアンヌさん、ビギナーこんばんは、初見です、ありがとうございます、嬉しい。そう、なんか増えてた、もう一体増えてた、あのオレンジパンツの方が増えてました。赤ちゃん、なんかあんちゃんかなが持ってきてたんだよね。大きいお菓子はピンクの、あ、水色のは見つけたんですけど、ピンクのが見つけれなくって、そう、挑戦してなかった気がする。ヘイブンさん、くまもも、ありがとう、くまちゃん、ありがとうございます。あくまでもピンクのやつを狙わなきゃいけなかったので、なかなか難しかったですね。ピンク以外で撮りたかったのは、あの、食べっ子動物の水族館のやつが、水色であったんだけど、うわーいいなーって思ったけど、ピンクの方があのなんか棚にあって、なんかこれ取ってくださいっていうのはあれかなと思って他の挑戦してましたネギだった、初めて知ったネギって、今ずっと880だと思っててネギか、キャッチャー私大好きなの、全然コツとかはないです。でもいろんななんか TikTok とかで流れてくるのよく見てます。クレーンゲームイコラブに入ってからというか最近割とここ 1,2 年だと思うハマったの。なかなか小さい頃はやらせてもらえませんでしたし、友達といってもなんかあのプリクラばかりだったし、なんか映画の件とかで1回無料とかで1回で撮れたこととかはあったんだけど、ポップコーンが、そう、なんかそういうのしかやったことなくて、めっちゃお金をこう入れたことはなかったねとか言いつつ、最近というかプライベートでやってる時もあのナムコのなんか1回無料券みたいなのがあったりするから、それがこの前2回使えたりとかしてたから、そう、ラッキーみたいなのがあったよね。
そう、一回880に見えたら880にしか見えなくないですか。そう、だからもう880ってなんだろうって思ってたの。なんかいろんな種類があるのかなって思って。ガチャガチャやんないですね。サスケのガチャガチャしかやったことない。あ、やったことなくはない。最近だとそうですね。朝さん、朝、うん、あきさん、ビギナー、こんばんは。フレンゲーム全然取れないでいると店員さんが取りやすい位置に移動してくれるのありね。本当に私もありました。ちっちゃいハンバーガーが欲しくてめっちゃやってたのに全然取れなくって、もう店員さんがもうこれは誰がやっても取れるでしょっていう位置に置いてくれて取れたことありました。そう、特技ではないんだけど、ゆうちゃん10周年ありがとうございます。得意ではないんだけどね。得意ではないんだが好きです。やるのは、やるのはめちゃくちゃ好きです。そうなんです。だからよくやっちゃいます。全然収穫ない時もあったりするんだけど、この前とかも全然ダメだったんだけど、1個やっと取れて、あー、なんかさっきの無駄だったなーって思う時もあるけど、なんかその遊園地とかでジェットコースターにお金をかけて乗るみたいな楽しさがあるんですね、私の中で。 UFO キャッチャーはそのお金をかけて UFO キャッチャーをやるっていう。だからなんか楽しんでます。楽しんでます。やることが楽しいって感じなので、 UFO、ジェットコースターも乗るのが楽しいみたいな感じで、やるのが楽しいっていう感じですね。まいこさん、ラーラーラー、虹が虹が、ありがとうございます。そう、各チーム1万円ずつだったから5000円ずつ使えたんですけど、嬉しかった。いつもはだいたい1000円でやめようって、でもうちょっとで取れそうな時はちょっと追加したりするんだけど、基本1000円でやめようっていうスタイルなので、とかこの前500円で取れたりとかしてたから、今回結構使っちゃったりした時もあったけど、ね、そう、1000円でやめる、絶対に。お、動画まだ見てないから見てねって。見てください。ぜひとも。うん、明日早いのでお先に寝ましょう。おやすみなさい。私も宿題があるので宿題があるのでやって寝ます。明日もあるので明日の準備しなきゃね。ね。8分の3終わりました。あの野球が始まる前に。そう、今日は朝一からで、でも早く行ったから早く終わったので、野球が始まるまでには帰ってこれて、野球が始まる前にちょっとだけ進めました。
野球やばかったね、逆転劇みたいな、逆転逆転みたいな、なんか本当にすごいよね。次阪神が勝ったら勝ちですもんね。シュリちゃん初見ありがとうございます。もう途中から流れが阪神だったね、あの回が。あ、ショールームラストノートになりました。気づかなかった、そう今日の朝はやばすぎた。なんか昨日の夜多分 TikTok を見て寝ちゃったんですけど、ね、見ながら寝ちゃったんだけど、アラームはかけてたんですね、携帯の。目覚ましはかけてなくって、アラームはかけてたんですけど、TikTok 見ながら寝落ちしちゃって、 TikTok って一生流れるじゃないですか。 YouTube だったらその回が終わったら自動的になんか止まって暗くなったりとかしてスリープモードみたいな入ると思うんだけど、あの TikTok だから一生流れちゃって多分。そうで電源が切れてて、朝やばいって目覚めて、待って今日はなんだって思った瞬間、やばい今日朝からだってなって、やばい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 みたいな、もう遅刻が覚悟。なんかまだその集合時間にはなってなかったから、とりあえず急ごうと思って、そうとりあえず急ごうと思って、でいろいろ準備してたんです。なんか集合時間過ぎてたらすいませんって連絡できるんだけど、まだ集合時間になってなかったから、とりあえず急ごうと思って、とりあえず出ようって思っていろいろ準備してたらしてて、まあ、とりあえず家出れる完了になって、電源その朝起きた瞬間に電源切れてたから電源挿してたから、とりあえず電源つけて電車調べた、スクショ電車のスクショを見て、時計見て、あれワンちゃん間に合うんじゃないと思って、私がアラームかけた時間を見たんですね。そしたら準備完了した段階でアラーム鳴る1分前だったんですよあれ私起きるの早かっためっちゃ起きるの早かったってなって、予定より早く起きてると思って、でもよかったってなりました、よかったってなりましたね本当に危なかった、危なかったです、セーフ、全然遅刻じゃない余裕のよっちゃんだったね。ねえ体内時計優秀だったわ、本当に危なかったです、余裕のよっちゃんですね。なんならもう一回布団に入りましたもん、なんだと思って、準備終わってるしもう一回お布団に入ろうと思って入りましたかほちゃん初見こんばんは。そうやばいね、しなんかダメだったのが、その携帯のアラームつけてたけど電源切れちゃったからなんないじゃないですか。で目覚まし時計いつもかけてるんですけど、目覚まし時計はかける前だったんですよ、寝る直前に目覚まし時計かけようと思ってたから。そうだから目覚まし時計も絶対なんない状況だったから危ないと思って、なんかこれがなんかめっちゃ5時とかに起きてたら、あ5時だもう一回寝れる、やばいやばいってなるんだけど、充電しなきゃとかなるんだけど、なんかその起きなきゃいけないぐらいの時間だって思っちゃって、そうなんならちょっと家出てなきゃいけなかったかもって思っちゃって、時間的に。そうって思っちゃったからダメだったね危ないよ、お揃いってなりました。私は寝坊はしてないです
なんなら早起き。なんなら早起きでしたね。早起きは苦手です。寝起きが悪いです。だから全然アラームでも起きないから、毎回寝る直前に設定のところから、あの何、最大サウンドを最大にして寝ます。でも本当に焦りました。でも余裕で良かったです。本当に本当に余裕で良かったです。左のまつげに何かついてる。あ、本当だ。取れない。またみたいな。まつげと絡まってる。取れた。取りました。この子、この子の、この子のモフモフがついてました。モフ、モフモフがついてました。まつげに絡まってた。880。そうです、880のモフモフがついておりました。ぜひ YouTube ご覧ください。しょこちゃんの分までゆっくり寝た。よかったです。それはそれはよかったです。明日気温上がるんですか。今ね、湿度が 33% です。さっきつけたばっかりだからね。スイカゲームしてますよ。明日はさ、何起きたらいいんだろう。明日は何起きたらいいんだろうか。明日は午前中にショールームしようかな。午後できるか分かんないしね。今日よりマシ？今日長袖だったが。スイカはできたことありますよ。でもスイカ2個はできたことないです。リンゴさん、今日誕生日おめでとうございます。ハッピーバースデー、おめでとうございます。ハッピーバースデー、ハッピーバースデー、おめでたきわきです。ぜひ会いに来る1年にしてください。待ってます。いや、5時6時ではないと思う、多分。9時とか分かんない。起きれたら、起きれたらやります。さつこれの日の札幌は寒いそうです。やだー、やめてー、やめてー。9時とかぐらいかなーって予想してるけど、わかりません。雪虫やだ、言わないで。冬服、どれぐらいの上着を着たらいいんだろう。去年はさ、何着てた？ダウン着てた？去年、去年マフラー持ってってた気がする。あれ、雪虫ってそんないっぱいいるんですか？どこにでも。りさちゃんがしょこちゃんにヤングコーンあげたことあるって言ってたよ。はい、いただいたことあります。りさはヤングコーン好きじゃないみたいだから。演技上手。嘘、ありがとうございます。ずっとキギ顔じゃなくて、
ドキドキしてた。ヤングコーン私は好きです。大好き。雪虫多い、やだな。そんなにいろんなところにいるんだ、嫌ですね。オックさん初見北海道で何食べれるのかな。逆に逆にね、ラーメン食べたいね。去年でもスミレ食べれた気がするんだよな。スミレはなんかケータリング なんて言うんだっけ、車が来てた気がする。ジンジンジンギスカン。あ、じゃがいもにイカ、なんだっけ、塩辛食べてみたいね。キッチンカーか、キッチンカー。てかバターとか売ってんの、普通に。普通に売ってるんですか。え、めっちゃハマってる。いいですね、本場のやつを食べたいです。じゃがバター。スープカレーも有名なの。でもそういうなんかお店に行く時間があるかって言われたら分かんないんだけど、分からないのだが、何かなんか札幌、北海道っぽいものを食べたいですね。食欲止まんないよね。わかるわかる。じゃがぼくろお菓子、またさ動画ダウンロードしないと。 LDK の昔のやつは全部見たんですけど、寝ました広島行った時。帰りはね寝ちゃってね、全然見てない。行きで全部見て、帰りは全然見てないから、全然見れなかった。北海道はどうなるかな、わかんないけど見ようと思います。 LDK のなんていうの、こうなんていうの、2話2みたいな。ドラマは結構見てます。強化政府の三田園見ました。 YouTube も追いついてなくていっぱい見ました。今日そう、今日ね、今日グッズをいただいたんですよ。いろいろといろいろとグッズをいただいたんですけど、持って帰ってくるので恥ずかしかったのがこちら。歩くたんびにシャカシャカ鳴る、こうやって歩きながら帰ってきました今
ケ大会。リンリンリンリカリレカホレテテテレテレテテテテテレテテ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 テ激カワです。こちらで、こちらタオルですね。この良い感謝祭のタオルと、こちら映画のグッズです。映画のグッズです。髪短いね。でした。お、いただいて帰ってきました今日は。自分だからね。これが他のメンバーもくださいって言ったらずるいかもしれないけど、自分なので。です。あ、ポップコーンのやつはなんか前に見せた気がする。あれ見せなかったっけ？そう、これを持って帰ってきたので、結構うるさく帰ってきました。いいでしょう。で、お肌だけ落としました。帰ってきて。メイクを落としたくなくて配信するから。せっかくメイクしたからね。アイメイクは取っといて、お肌だけメイクを落として帰ってきました。いや、帰ってきて落としました。最近はなんかやっぱ寝落ち防止で、でお肌のためにもと思って、メイク落としをコットンと、新しいコットンと、あのリビングで落とせる用のメイク落としをリビングに置いといてます。クロノさん、ありがキューピッドクマちゃん、 I love you、 ありがとうございます。そう、そんな感じ、だからちょっとお肌にも気使って頑張ってもらって、なんかやっぱりね、6周年が終わって、6周年のためにめちゃくちゃコンディションを整えていったから、ちょっとなんかニキビっぽいのがあったんだけど、あれは治ると思ってなかったからしょうがないとして、まあちょっと治りつつあるんだけど、そう、ちょっとなんか荒れてきてしまったから、そう、フォローしても大丈夫ですか？もちろん、ほぼ毎日配信してるのでぜひ。うん、そうなの、だからちょっとまた気をつけてます。頑張ります、頑張ります。 YouTube 面白かった、ありがとうございます、見てくれて。綺麗になったよねって言われる、本当に嬉しいね。なんか自分的にここ最近そんなに美女が変わってないって思ってしまっているから、そうやって言ってもらえるのは嬉しいです。ありがとうございます。帰ってきて前髪ケープしてたんだけどさ、撮影だったから、帰ってきてずっと羽ピンでこっちに留めてたから全部こっちに流れちゃった。毎秒更新してる、ありがとうございます。昨日やっぱインライン新鮮に感じた、やっぱそうですよね。まあ今月はいっぱいやるので
待っててください。のスペース、スペースってさあれだよね、なんかラジオみたいなやつですよね。あ、違ったっけ。スペース使ったことない、使ったことない人に聞くものじゃなかったよ多分。使ったことないです。みんな余計に可愛く見える。なんで。ありがとうございます、嬉しい。俺Pです。映像はない。そうだよね、ラジオみたいなもんだよね。でも一回もやったことないし、やっていいのかもわからないですね。多分ダメ。誰もやってないってことはそういうことだよね。なんかなんだっけ、サークルがなくなるんですよね。ね、なんかいろいろ進化していくんですね。なんか LINE もさ、なんか同意しないと使えませんとか言うしさ、え、サークルは過去のも見れないんですか。最近コラボにハマりました、ありがとうございます。来年あたりコラボイベント、イベント行こうかと。まだよろしくお願いします。お願いします。レンチェリさん、ありがとうございます。嬉しい。フルフルもないです。懐かしいですね。4日の札幌公演、東京から見に行きます。ありがとうございます。ぜひ黄色とオレンジのペンライト振ってください。私もサークル使ったことないから使い方わからないです。見ることはできるんですけど、使うことができなくて。使うこともないんですけど、うん、よくわかんないくって終わった。どうやってサークルにするのかわからず終わりました。静岡 T シャツのケンジさん、ありがとう。くまままままありがとう。くまちゃん、ありがとうございます。お、あたしさん、ビーナ、職場の先輩とイコラブトークで仲良くなれた、最高、ありがとうございます。サークル私も一回も使ってない。まあ一回使えばわかるよね、やり方。一回も使ってないからわからないのよね。サークルです。目が乾燥中 33%。今日さ、窓開けてたらさ、あのロウになりました。加湿器偉大、加湿器偉大です。やっぱ加湿器は偉大ですね。乾燥中です。先回ありがとうって、ありがとうございます。あ、なんか静岡の T シャツ見たことある気がする。こっちの、こっちの方で見たことある。こっちの2階だったことありますか。銀河かな、ちょっとどこか忘れちゃった。なんか見たことあった気がします、結構前に。うん、私が多分保湿されてて、
湿度がなかなか上がらないですね。風邪ひかないように。はい、ルナちゃん、ありがとう。たくまちゃん、 I love you。 ありがとうございます。静電気は家は大丈夫なんですけど、どこだっけな、なんかサイン会の時の会場とかレッスン場のドアノブとかめっちゃバチバチなります。今月やばい、今月じゃ今年やばい、早すぎる。11月に静電気はやばすぎです。わ、もう一個だ、ルナちゃん、ありがとう。ピットクマちゃん、I love you。 ありがとうございます。おすすめの加湿器知りたい。おすすめかわからないですけど、あのちっちゃいです。私は私の部屋だけなので加湿してるの、なんだっけ、三角形のね、可愛いやつです。トーフィーみたいなやつ、トフィー、 TOOFFY、 これ合ってる多分ってやつです。ちょっと調べてみてください。三角形の加湿器です。お話、そう、お話し会に加湿器ついてたんだけど、スタッフさんにこれ意味あるって聞かれて、意味ないですって言ったら、あの全部リーダーが悪いって言ってた。なんか全部リーダーが悪いって言ってました。なんか他のアーティストさんとかも、アーティストさんわかんないけど、坂道さんとかなのかな、48さんとかわかんないけど、加湿器があるみたいで、その知らなかったから、トフィー、トフィーだ。そう、加湿器に柔軟剤入れないです。入れるといい匂いになるんですか。そう、全部リーダーが悪いって3回ぐらい言われました。そう、でもなんか私の部屋だったらいいんだけどさ、加湿器がこう各机に置いてくださってたんですけど、3部から。そう、なんかさ、結局広い会場じゃないですか。広い会場でただこう、なんて言うんだろう、パーテーションじゃないけど、なんて言うの、あのなんて言うんだっけ、ビニール、ビニールがついてるだけだから、同じ会場じゃないですか。だから同じ会場に10台だけあのアクリルビニール、そう、10台だけあったところでなんだよね。そう、喉が潤うかって言われたら、あのそんなことはない。そう、なんかありがとうございますって感じだったんですけど、意味あるって聞かれて、意味はないです。って言いました。本当にこことかに近づけてないと意味ないですよね。そう、だからもったいないので、お話し会の部屋とかにお願いしますって。そう、部屋だったらまだまだね。マイ加湿器は持ってないです。なんかなんだっけ、吸引器、あれなんか違うな、ここ、こうやって当てて、あの加湿、喉を加湿するやつはありますけど、全然使ってないですけど。あります、喉を壊した時に買いました。吸入器で合ってる？ディフューザー？ディフューザー？ディフューザー？
水蒸気の、そう、あの喉の喉に加湿を送るやつ。ディフューザーって匂いのやつだよね。加湿器はプレゼントできないと思いますね、うん、あ、それは効果ありですよ。ここ、こうやってやっててこうなの、うろうって、ここら辺もうろいすぎてここにティッシュを つけながらやってました。でも耳鼻科とかであるやつだと思います。多分大きいから持ち運び用じゃないんだけど、ネブライザーって何？それを知らんのだが、あーでもこんな感じ、そうね、こんな感じのやつですね、うん、こんな感じのやつです、はい。こんな感じのやつをやってました。高校最後の試合頑張ってください。悔いなくファイト。アペタイザー何もいらないわ、愛徳はいかが、チロルさんお誕生日おめでとうございます。ハッピーバースデー、たくさん会いに来てください。リサちゃんがショコちゃんのカレーの話してた、どんなキーマカレーの話。何の話だろうね。ようこそ我が城へ、マイアイプロテクション、グリーンピースのやつ、あ、グリーンピースが入って、でもなんかカレーのグリーンピースは食べれるらしいですよ。言ってたかな、わかんないけど。カナダさん10周年、ありがとうございます、ありがとうございます。あの MV の LINE の画面あるじゃないですか、あれはあのだいたいこういう流れでこういう返事でこういう感じでお願いしますって言われて私の文に変えた文になるので、まあほぼ私との LINE ってことで。そうで、もっと長かったんだけど本当は。そうで、リサに見せたね、こんな感じかな私の LINE って。そう、体感です。体感してください。そう、あ、そうって言うかも、そう、あ、分かんない、うん、なんかその時の感じはそうって使う気がした。そう、文字はあんまり使わない、相手が使ったら使いますね、うん、うん、基
本使わないかな。なんか一回友達に普通にねびっくりマークとか使うんだけど、なんか絵文字ないと怖いよって言われて、その子には絵文字使うようにした怖いって言われたから、まあ、その子とあのプライベートの友達にはなるべく絵文字を使うようにした。そっから。でもメンバーはなんかその時のまあ多分ちょっと絵文字は前よりかは使うようになったんだけど、だったんだけど、相手が使ってたら、ああ絵文字絵文字ってなって使います忘れちゃう。そう、あ、スタンプは使いますね。でもちゃんと言ってくれるの嬉しくないですか。ずっと怖いって思われるより良くないですか だからなんかプライベートの友達は怖いって思うのかって思って、使うようにしてます。その子だけじゃなくて、なるべくメンバーはあまり、最近は使うかもだけど、大人なのかな、わかんないけど、びっくりマークあるだけでさ、良くないですか？ね。そう、運の量、そう、びっくりマーク、運の量じゃない。びっくりマークの量で運に引っ張られちゃった。そう、びっくりマークの量とかで思いを伝えます。うんってなんか気まずい時だったらうん点みたいな時もある。スタンプ使うタイミングはLINE を終わらせるときですね。なんかその「うん」って言われたのに対して無視でもいいんだけどスタンプ送っちゃうかも。こっちが終わりたい、こっちが送って終わりたいです。そう、ペコリみたいな。そう、私はそういう時にペコリって使います。今までペコリっていろいろ使ってきて、うわーペコリ欲しいなーって思ってたから作りました。アンケートがあって、なんていうのを使いたい、作りたいですかっていうのがあって、そう、ペコリ第一希望にしました。ずっと欲しかったの。ぜひ文を終わらせるときにはペコリ使ってください。あと私オッケーと了解違う了があるのでよろしくお願いします。なんかすごいありがとうの気持ちを伝えたいときはなんか土下座っていうかその座布団にこう座ってあのこうペコリってやってるのがあるんですね。そう、それを使う本当にありがとうっていう時は
そうで、まあなんかなんとなく終わりだなって感じの時はペコリとか。いろいろ使います。ペコリって誰にでも使えるじゃないですか。メンバーにも使えるし、マネージャーさんとかにも使えるからいいですよね。お腹空いてる時にも使える。確かに、お腹ペコリ確かに面白い。その考えはなかったな。面白いね。確かに面白い。使ってみてください、友達に。面白い。やばい、待って、もう56分なんですね。やばいやばい。あ、私リは使うかも。うんは使わないけど、リは使うかも。あとええっていう、え、え、何それのえとリは使います。まあは使ったことないですまあは使ったことない。えっていうびっくりマークハテナじゃなくて、もうえ一文字、り一文字です。で使います。もうわかんないですね。困った時に、へやばいやばい。なんかみんな何や、何のなんでなんですか。終わりますよみんな遊んでるでしょ。みんな意味を込めて打ってますか、ちゃんと。私が考えればわかることですか。ということで終わりたいと思います。ラランキング見ますのラです。13位バンナナさん、12位タッケーさん、11位ユーちゃん、10位レグルスさん、9位クロノさん、8位ケンジさん、7位シュンサクさん、6位ヘイブンさん、5位人生じいちゃん、4位トッシンさん、3位カナタさん、2位マイコさん、1位ルナちゃんです。ありがとうございます。2列目いきます。ウルトラさん、ユズキヌさん、コタさん、イトパンさん、ナヘさん、ボンキチさん、ヘッキーさん、タシミさん、大陸さん、ヒルカレーさん、ヨシヨシさん、フィズニャンさん、お魚さん、リースさん、おさゆりさん、ヒロシさん、カイトさん、チビタンクさん、タワくん、ハラディさん、カープさん、ライムさんです。ありがとうございます。たくさんの星投げギフトコメントありがとうございました。明日多分午前中に、やらなかったらごめんなさい午前中に起きれたらできたらいいなって思ってます。また寝落ちしてたらできないので、まあ約束はしないでおきます見れたら見てくださいということで終わりたいと思います。皆さんおやすみなさい。お、あかおやすみなさい。ありがとうございました。感謝。